はい、皆さんこんにちは、マサでーすって感じでね、またやっていきたいと思うんですけども、暑いですけどもね、皆さんね、大丈夫ですか、体調は。暑いからね、食べ物とかね、早く処分しなくちゃいけないですね。傷んだりしますしね。それと雨とかそういうのは溶けてしまいますからね。という感じでね、サムネにある通りね、こちらを買ってきたんですけども、3種類ありました、ドーンとかにね。これなんでこんな今頃この3種類あるのかなと思って、ちょっと前までに出てた、ね、さえずりコーラとかね、この2つはね、随時あると思うんですけども、いつも行くディスカウントショップにね、行ったらね、売ってたんですよ、3種類。でとりあえず3種類、男の子用。今言うたらかっこいい系ですね。これを買ってきました。というか、ね、というのはね、なぜかと言いますと、まだ1個も出てないんだよな、これ。ペラ怪獣ね。勝手に名前つけてね、10種類目指せってやってるんですけどもね。フェーブラムにはいつでも売ってますからね。やっていきたいと思うんですけども。まずね、どんどん開けていきましょうって感じですね。グレープ、ノーマル、そして、コーラですね。これは、このバードしか入ってないのかな。あ、じゃあ、入ってるかもですからね。何が入ってるかわからないよって感じです。まずね、何からいきましょうかね。ノーマルぐらいかないかな。ノーマル。ノーマルちゃんからいきましょうか。これもね、結構ね、食べるじゃ食べるんですけど、歯を食べなくちゃね、これ溶けてきたりね、ちょっと傷んでくるからね。いけないですよ。ちょっとだけ開けてね、ここね。熱いですからね。なんか、ちょっとカラカラ言うて、軽いな、これは。何かな？やっぱり、困りつ高尾ですね。というかね、今までのここにもあるんですけどもね、僕もあんまりそんなに言うほど持てないんですけども、皆さんみたいにね。だけど、あれ、回れねえな。回らねえな。あ、回りましたな。これでコマですね。やっぱりコマでか。コーラ行きましょう、コーラ。コーラ結構、いや、コーラじゃ悪い。ブドウ。ブドウは結構なんか出るようなことね、皆さんおっしゃってるからね。ちょっと期待してるんですけどもね。またカタカタ言うてますな。またコマや。コマ。またコマ率高尾ですね、これ。こんなもん、コマばっかりですな。コマしか入ってないのかな。ここで困ったな、なんか言いませんけどもね。そんな親父が言うてもしゃあないですからね。まあね、一回買ってきてね、さ、三つぐらいですかね、食べたり。ちょっと試しにね、潰してみてね、ジュースみたいにしたりとかね、ちょっとできるんですけどもね。溶かすのはもったいないやつですからね。そして、最後の。あ、これは、コマじゃない。これはコマじゃないぞ、この重さは。この音は。何かな？出るかな？お菓子じゃないよ。怪獣軍団は。あ、怪獣軍団じゃないですけども、これが出ましたね。ドリル頭。ドリル。僕勝手にチンコドリルって呼んでるんですけども、こういう風にね、ドリル人間がね、出ましたね。これはまあ、当たりの方なんですよ、まだこれ。あとはね、もう一人、ロビンマスクみたいなね、海底人みたいな、海底人って言ってたかな。あれ？これ尻尾切れてんじゃん。不良品じゃんかな、これ。こんなんか？こんな短かったかな。このドリル頭のね、チンコドリルね。これが出ましたね。あ、ここにね、なんかね、いてるんですよ。あ、これね。このロビンマスク、海底人みたいなね、鱗があるやつね。これが二大怪獣みたいな、聖人みたいな感じなんですけども。今回も出ませんでしたね。まあ仕方ないですな。これがフエラムネっていうもんですからね。また買ってきてね、ペラ怪獣を出すように頑張りたいと思いますって感じなんですけども。そして今回の吉岡里帆ちゃんはこちら。今日の吉岡里帆ちゃんはこちら。まあ、これポスターシリーズなんですけども、また四つ折りでね、初めから四つ折りだからね、貼るのもちょっとあれだなと思って、四つ折りにして顔のとこだけね、出してグラビアしてるんですけども、今日はね、なんでこれをやらんと言いますと、ちょっとね、口元が笛を吹いてるような感じがしてるかなと思って、笛ラムネ、
ご紹介したからね。だからこのリオちゃんをご用意させていただきました。全体的にはこんな感じなんですけども、BLT のね、付録についたやつなんですけども、笛吹いてるみたいですね。ってね、口笛、僕一応口笛吹けるんですけど、口笛吹けない人もいるみたいですね。そういえばね、いつも、面白い話してくれるね。いつもの、チップスのコーナーですけども、あの子ね、すすれないんって。うどんとかね、ラーメンとか。だから、この前みんな食べに行った時にね、なんかね、ラーメン焼いたんですよ。そしたらね、なんか、くるくるくるって巻いたりとかしてね、ちょっとね、変な食べ方してるけど、どうしたんって言ったら、いや、ちょっとね、私、すするのが得意、すすれないんですよ。って言って、あ、すすれへんのか。ちょっと欧米人の血入ってんのかなって言って、なんでやねん。だけど、欧米人の方ってね、すすれないらしいですね、あんまり。だけど、日本人の中でも、その子みたいにね、うどんとか、そういうのすするのが苦手とか、すすれないっていう子が多いみたいですね。だから、お茶漬けとかもね、サラ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 って食えない、食べられないみたいなんですよ。だから、ね、喉がかかって詰まってしまうってね。そうなんか、って言って。そうめんとかね、これからね、喉越しがいいのにね。ちょっとかわいそうなんですけどもね。だけどみんなから愛されてる子だからね。そんなぐらいではね。何度もなく、パク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 ラーメン食べてましたけどもね。そしてね、奈良には西華ラーメンって美味しいラーメンあるんですけどもね。そこに行ったんですよ。まあね、みんながみんなニンニクの匂いしたら臭くないからね、まあこれでいいかって感じでね、大丈夫やろって感じでね、食べに行ったんですけども、そこで、ね、すすれないっていうこと、あ、そんな子もいんねんなって言って、そうですよ、最近多いんじゃないですかってね、言ってたんですけども、そしてね、僕の感じはじゃないわ、これシャッフルリホちゃんですね。シャッフルリホちゃんはね、やっていきたいと思うんですけども、本当にね、僕はそんなあんまり気にならずに普通に食べてたんですけどもね、これ、僕、このリホちゃんも好きですね、ハツラツしてて、この黄色、赤、青、白のビキニのね、ハツラツリホちゃんですね、ジャンプしてますね。今年は夏、海行けんのかな。まあコロナとコロスケとかね、だいぶマシになってきたんですけどもね。まあだからね、友達関係、いつもいくつね、フィギュアの友達とかね、競馬の友達とかね、どっちかって言ったらね、そっちばっかりで、そういう風な、あんまり行かなくなったからね、昔はちょっとね、キャンプとかね、行ってたんですけどもね、遊びに行ったりとかね、プールとか行ったんですけどね、最近はなかなかね、難しいですね。インドアで遊ぶっていうのがね、フィギュアを探しに行ったりとかね、早くプラモをね、作るように言うてるんですけどもね、なかなか作らないんですよね、そいつ。まあいいですけどもね、まあ、僕もね、そんなに言うほど作ってないからね、最近なんかジオラマばっかり作ってるんですけども、ジオラマもね、結構ね、作り出したら面白いですからね、だからね、最近またね、ジオラマのプラモデルあるでしょ、まあ、あれをまだ作ったり、買ったり作ったりしようかなと思ってるんですけどね。あれ買ってもいっぱい種類ありますからね。昭和の街並みシリーズとかね。そんなのね、またいろんなプラモデルもちょこ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 ね、作ってないようで作ってるからね、僕、あんまりね、X とかね、そっちのね、あんまり載せないんですよね。まあ、YouTube、もちろん YouTube もあんまり載せてないんですけども、それでね、なんかのフェスとかなんかの時は、ね、なんかできるだけね、自分参加できるやつはね、参加するようにしてるんですけどもね、この前かでもね、プラモデルじゃないけどもね、ラーメン作ってね、応募とかしたりしたんですけどもね、あれもあれで面白かったですね。とてもいつも面白いアイディアをね、愛花さんという方がね、いつもアイディアをでね、すごいアイディアマンでね、いろんな企画とか考えてくださってね、ラーメンじゃプラモ以外のね、企画とかもしてくださるんですよ。X の方でね。でね、今日のりほちゃんはこんな感じなんですけども、それでね、この前、それで遊びに行ったんじゃないわ。その食べに行った時にね、久しぶりにね、マサさんじゃないけどもね、その久しぶりにね、
ブラックジョーク、この前、前までハマってたでしょって、うん、この前カードくれてお礼にブラックジョークまた教えてあげますよってね、うん、まあ言うてもいいやへんのにね、そういうことをね、言い出してきたからね、うん、なん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 って言って、また聞いてきたんですけどもね、うん、面白そうやったらね、ちょっと覚えたところをね、うん、あ、これ言ってたけどね、なかなか面白そうな話だったんですよ、それが。うん、だからそれをね、その時はね、ラーメン屋で聞いてて、みんなで聞いて、はぁ、なるほど、なるほどって聞いてたんですけども、で帰ってきてからね、どんな感じかなやったかなと思い出しながらね、書き出したんですけどもね、うん、それをね、ブラックジョークまで発表していきたいと思いまーす。題名はね、草っていうらしいですね、草。下から生えてるの、草ね。うん。じゃあ、読んでいきましょうかね。うん。ある弁護士がドライブ中、異様な男を見つけた。男は道端の草をむしり取り、それを食べているのだ。弁護士は車を止め、男に話しかけた。君は一体何をしてるんだい？と聞くと、すると男は、仕事も家もなくなり、もう食べ物はこのような道端に生えている雑草を食べるしかないのです、と言った。すると弁護士は、それなら私の家に来なさい、と優しい言葉を男にかけた。しかし男には嫁と二人の子供たちがいたのだ。そして弁護士の前にその息子じゃないな嫁と二人の子供が姿を現した。弁護士は、家族全員でも構わないよ、早く車に乗りなさい、と言った。男は弁護士の言う通り車に乗り、笑顔で運転する弁護士に、なんてお礼を言ったらいいのか、本当にありがとうございます、と妻と一緒に頭を下げお礼を言った。すると弁護士は笑顔で言ったのだった。全然大丈夫だよ、我が家の家の庭の雑草は30センチ以上も伸びきっているからね、はっはっはっは、と言ったのだった。終わりっていうお話でしたって感じなんですけども、うん、聞いた時には、うん、まあまあそうかそうかって、うん、弁護士は家連れて行って自分の家の雑草を壊そうという、そういう優しい顔をしているようで、もうそんな、うん、優しくなかったよっていう話なんですけども、うん、そういう話はね、まだね、仕入れてきたんですけども、うん、まあそんなやついるはずないやろうなっていう話なんですけどもね、うん、まあね、そういうブラックジョークっていうのはね、またね、そういう、ね、いろんなどこから仕入れてくるのか知らないけどもね、うん、まあこんな、まだ聞いたんですよって言って、まあまあ面白いと面白いけどもね、うん、っていう話をしてたんですけどもね、うん、でね、またいろんなことをね、いろいろ仕入れてきたんで、またね、ご紹介していきたいと思うんですけども、うん、で今回はね、まあとりあえずフエラムネですな、うん、フエラムネをね、まあね、こんだけだんだん溜まってきたんですけどもね、うん、今回フエラムネのご紹介でした。うん、そしてね、リホちゃんですね、うん。いつものリホちゃんですけども、うん。という感じで今回はこの辺でお別れしたいと思います。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。では、まったねー。バイバーイ。あ、ちなみにね、この可愛い系、女の子系にはペラペラ怪獣は入ってないんですよ。うん。ということです。では、バイバイ。いつもありがとうございます。まったねー。